到達不能動く基地は1958年に設置された南極のケンプランドの南到達不能局にあるソ連の南極観測基地である。基地の経緯度は南位82度06分統計54度58分、南位82.100度統計54.967度、マイナス82.10054.967である。 1958年12月14日から1958年12月26日まで気象観測を実施した。年間最低気温は低、摂氏58.2度。到達不能国基地は南極点から 878km の位置にあり、ソビエツカヤから約 600km 離れている。表面高度は3 8 0 0ルで1958年12月14日。 第三ソ連南極探検隊の18人の探検隊によって到達された。WMOID は89,550、南極大陸の表彰は常に動いているため、表彰の上に設置された到達不能極基地は正確な到達不能極からずれている。しかし、口実するの、チーム N2I に際し、ギネス世界記録はソ連の探検隊の実績に鑑みて、 冒険に関してなら、到達不能国基地は南到達不能局であるとした。機材と人員は第三ソ連南極探検隊が運営する南極のトラクター護衛隊によって輸送された。基地には4人用の小屋、ラジオシャック、電源管理用の小屋があった。これらの建物は横断に用いたトラクターの上に建設され、宿泊施設として使われていた。 小屋の隣には滑走路が整備され、1958年12月18日に LI-2 が着陸した。アウトポストにはディーゼル発電機とトランスミッターが装備されていた。12月26日、アウトポストは引き払われることになった。4人の研究者は空路で残りの14人はトラクターで帰った。基地を安全に設運転するためには、 他の研究所から遠すぎると考えられていたので短期間にのみ使用されるようになった。第8ソ連南極観測隊は1964年2月1日に到達不能動く基地を5日間訪れた。アメリカのクイーン・モットランド観測隊は1965年1月27日にアムゼン・スコット基地から到達不能動く基地に到達した。観測隊員は2月1日に C130 に乗って出発した。1965年12月15日には、また別のアメリカ人隊員が観測のため到達し、雪上車を改装し、クイーン・モッドランド計画を続行し、新たに設置されたプラトー基地に1月29日に到着した。1967年には、第12ソ連南極観測隊が到達不能国基地を訪れた。 2007年1月19日には、イギリス人4人のチーム N2I が、初めて機械の補助なしで、到達不能国基地に到達した。2011年12月27日、セバスチャン・コープランドとエリック・マクネア・ランドリーの受け継がれし、南極横断艦には、ロシアのノボラザレフスカヤ基地からトホとスノーカイトで、到達不能国基地に到達し、4100km に、 及ぶ南極の最初の部分的な東西横断を達成した。基地の建造物には、ウラジーミルレーニンの胸像がモスクワを向くように設置されている。しかし2007年時点でそのほとんどの部分が雪で渦漏れてしまった。ロシアが南極条約の会議に提案した結果、1958年にソビエト南極の探検家による到達不能局の到達を記念した名番とともに、 埋没した建造物と共造は南極史跡記念物の HSM4 に指定された。ありがとうございます。